次に野間健君。委員長。野間君。立憲民主党の野間健です。本日はまず議員立法で提出されております保育等従業者の人材確保のための処遇の改善等に関する特別措置法案について質問させていただきたいと思います。昨日おとといですね、私にあるメールが届きました。それはその方の給与明細を写真で撮ったものが来たんですね。その方は社会福祉法人がやっている学童保育放課後児童クラブに勤めている非正規の職員の方なんですけれども、この給与明細を見てくださいということで送られてきました。給与が書いてあるんですけど、その下にですね、処遇改善手当ということで金額が記されているんですけど、500円なんですね。で、その学童保育の園の園長さんが、やっぱり気の毒だと思ったんでしょうね。その、給与明細渡すときに申し訳ないと、実は政府からの処遇改善のお金が来てるんだけれども、これを正規の人、定数内の人に配って、そしてまた非正規の皆さんまで配ると、こうなってしまうんですよと。常勤の人で3,000円、非正規の人で500円、それしか払えなくて本当にごめんなさいということを言われて、それをもらったということです。今日は伊佐新一議員からもですね、委員からも、学童保育放課後児童クラブについてのお話ありました。正規のいわゆる資格を持った方は2割しかいないんですね。大体8割が非正規の人たちが一生懸命頑張って子どもさんたちの生活の場を守っております。おととしはですね、非常事態宣言で全国の小学校などが休校したときは、保護者の方がやっぱ子どもさんをなんとか面倒見てもらえないだろうかということで、学童保育にが駆け込み寺のようになって殺到してですね、職員の方がもう大変な努力をして、その難局を乗り切ったんですけども、ですから非常な世の中の歪みをですね、受けながら頑張っている人たちです。しかし500円だということでですね、がっくりその方もされて、こういっちゃあれですけど、岸田政権の目玉政策ですよね。こういった、どうしても必要な労働仕事をされている方の処遇を少しでも改善しよう、9,000円くるんじゃないか、 3% 上がるんじゃないかと思ってた方が、こんな状態でですね、いろんな理由、計算の方式あると思うんですけども、後藤大臣、どう思われますか、こういう方の思いを受け止めて。後藤厚生労働大臣。放課後児童クラブの処遇改善を図るために、賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、雇用形態にかかわらず、収入を 3% 程度引き上げるための措置を、本年2月から実施をしております。ご指摘の事例について具体的にどういうケースなのか承知していないわけでありますけれども、常勤なのか非常勤なのか、どの程度お勤めになっておられるのか、非常勤の職員であれば常勤職員の1ヶ月あたり勤務時間数に対する割合をもとに算出することになってくると思いますし、その辺のところはちょっとよく分かりません。でいずれにしても必要な人材を確保していく上で、放課後児童クラブの職員の処遇の向上は重要でありまして、引き続き今般の処遇改善の趣旨に沿った対応がなされるように、自治体に対しては一層周知してまいりたいというふうに思います。委員長。野間健君。ぜひですね、そういう方の思いを受け止めて、看板倒れにならないようなことをやっていただきたいんですけども、それでですね、やはりそういうことが起きないようにということで、今回は議員立法でもこれを正すための法案が提出されていますけれども、この今回の議員立法の法案については、どのような処遇の改善がなされるんでしょうか、お答えいただきたいと思います。集法提出者、早稲田由紀君。野間委員にお答えいたします。
先ほどご紹介がありましたように、学童保育の非正規の方500円の賃上げということで、大変悲しい思いをされているということでございました。政府の処遇改善事業による月500円の賃上げでは、処遇改善という名に値をしない、極めて不十分だと私は考えます。立憲民主党案では、政府の予算措置に加え、常勤換算で1人当たり月額1万円の賃金の引き上げを行うための助成金を支給することを想定しておりまして、学童保育に非正規で勤める支援員の方々に対しましても、賃金をはじめとする処遇改善の十分な措置が国の責任で講じられるものとしております。従いまして、委員のご指摘のような正規、非正規を問わず、立憲民主党案ではそのようなことは起こりえないものと認識をしております。委員長、野間毅君。ありがとうございました。まあ、ぜひですね、とりわけ、まあ、学童保育にしても介護にしても、非正規の方に支えられているわけですから、そういった方々も、まあ、同じ仕事をしていますので、月額1万円なりの、まあ、処遇改善、ぜひ皆さんも、まあ、賛成していただいてですね、この法案を通していただきたいと思います。それでは答弁者の方はここで結構です。ありがとうございました。どうぞ席を戻りください。続きまして、まあ、今回の児童福祉法の改正案の中でですね、子どもの意見聴取等についての、まあ、規定が改正が行われているわけですけれども、まあ、子どもから意見を聴取したり、意見表明を受けて、まあ、これをどのように解釈をしたりですね、真意を捉えるかというのは、まあ、非常にこれ難しい問題だと思います。それで、まあ、今回意見表明を支援する、そういうことを、まあ、都道府県にですね、努力義務として支援する事業を行っていくということが、まあ、義務化、努力義務ということで入ってきたわけですけれども、まあ、この子どもの その思いや真意をきちっと受け止めて、これを大、まあ、アドボケイトというんでしょうかね、代弁していくというこの仕事、決して保護者やまた児相などの機関法人にの立場に立つわけにもいかないですし、やはり子どもを最優先にですね、独立性を保っていく、また質スキルを磨いていくということが必要だと思います。そしてまたこういった方をこの事業化していくということでありますと、まあ、このそういった人はずっとボランティアでやってるわけにいかないでしょうからね、やはり費用もかかる、こういった面ですね、どういうふうに運営していこうとしているのか、そしてまた、まあ、子どもの意見や思いを聞き取るということで、まあ、これは今政府が想定されている意見聴取とか意見表明というよりはもうちょっとこの別な次元の話になりますけれども、いわゆる、まあ、フォレンジングインタビューという、まあ、司法面接というんでしょうか、虐待のいろんなその犯罪面でのですね、自分が受けた虐待についてこうだった、ああだった、まあ、いろんな目撃したこと、感じたことを述べる、まあ、司法面接という、まあ、手法がありますけれども、被害の確認面接というような言い方もされますが、まあ、こういうことに長けた人たち、こういったことの、まあ、研修等も、まあ、行われているわけですけれども、意見聴取や、また意見表明のその在り方と、それの、まあ、ある意味での最も厳しいやり方としての司法面接、まあ、こういったことの連関性、そしてまた今意見表明の支援事業ということの、まあ、独立性でありますとか質とか費用の面、どんなふうに運営されていこうとしているのかお答えいただきたいと思います。橋本子ども家庭局長。今ご指摘いただきましたアメリカで行われております司法面接、まあ、原則として1回の面接で情報を収集して、児童相談機関や警察、検察等の関係機関がその情報を共有して、
その後の援助を検討するものであるというふうに承知いたしております。でこれと似たものが日本でもございまして、例えば児童相談所等が性的虐待等の深刻な虐待が行われている可能性を把握した場合に、子どもの心理的負担を軽減するとともに、子どもから聞き取る話の内容の信用性を確保するために、児童相談所と警察と検察の3機関を代表した者1名による面接、これは共同面接と呼んでおりますが、そういった形で実施をしております。アメリカのものにせよ、この日本の共同面接にせよ、いずれの取り組みも刑事事件として立件が想定されるような重篤な虐待事例について子どもの負担に配慮しつつ必要な情報を得ることを主な目的として行われるものというふうに認識しております。それに対しまして、今般の改正におきまして導入を予定しております児童相談所等の意見聴取等義務ですとか、あるいは都道府県等の意見表明等支援事業、これにつきましては、一時保護や措置等に関する決定をする際に子どもの最善の利益のため子どもの意見意向を把握するものでございますので、それ自体は先ほどの司法面接や共同面接とは趣旨目的が異なるものではございますけれども、ただ今回設ける意見聴取意見表明と支援の仕組みというのは大変重要なものでございますので、今後それが適切に運用されるようにご指摘いただきましたアメリカでの取り組みですとか、あるいは共同面接、こういったもののノウハウが参考になるかどうかということも含めて確認をしてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えております。委員長、野間武君。次にですね、今回政府が最終的にこういう姿にしていきたいというふうな、この子どもの権利擁護についての期間ですね、これは厚労省さんがからいただいた資料ですと、最終的にはやはり子どものためのワンストップセンターを最終的に作っていこうとされているのかなというふうに思います。今アメリカではですね、全米900カ所にチルドレンズアドボカシーセンターという、CACというのが900箇所もあるということでありまして、ここには警察官、刑事もいる、そして医者もいる、また検察官、司法関係者もいる、児童福祉に携わる人たちもいる、 FBI もいる、また市民団体の人もいる、さまざまな子どもに関わる人たちが一つのセンターに集ってですね、あらゆることに子どもの虐待に対する犯罪とか一時の預かりとかですね、さまざまなことをワンストップでできるサービスといいますか、そういったことを900箇所も作ってやっているということなんですけれども、最終的にこういったものを目指していっているのか、まだまだその途中の過程だと思うんですけれども、いかがでしょうか。橋本子ども家庭局長。今ご指摘いただきましたチルドレンズアドボカシーセンター、これはアメリカにおきまして、州によってその形態とか機能は異なるものの、基本的には児童虐待への対応にあたって警察や検察等の他機関が連携して対応するための NPO 法人であるというふうに認識をいたしております。それで児童虐待への対応にあたりまして警察や検察も含めてさまざまな機関と連携して対応するということは大変重要なことでございまして、日本におきましても同様の取り組みを、そういった趣旨からの取り組みを対応しております。具体的には先ほど申し上げましたような共同面接の取り組みに加えまして警察との連携ということで申しますと、虐待により外傷がある等の一定の事案について必ず警察と情報共有を行うルールを明確化いたしまして、すべての児童相談所で実施していますほか、児童相談所が児童の安全確認、一時保護、立ち入り調査等を行う際必要に応じて虐待防止法に基づき警察に援助要請することとしております。引き続き児童相談所をはじめ関係機関が一丸となって児童虐待防止対策を進めてまいりたいと考えております。ワンストップということで、そこに行けばあらゆることが相談できるということが、ある意味理想かもしれませんけれども、それぞれのところに、ご相談いただいた場合でもそういった情報がしっかりとつながっていくということが大事かというふうに思っておりますので、しっかりとその趣旨を対してまいりたいと思います。野間武君。ぜひですね、実態的にワンストップで、子どもたちが迷わないような形で運営されたいと思います。このなぜアメリカがそこまでなっているかという、いろんな背景を見ますと、結局単なる虐待ということだけではなくて、そこからですね、児童の人身売買であるとか、
まあ、さらに深いさまざまな犯罪がアメリカで起きているということで、まあ、そういう非常に強権的なことも していかないと子どもたちを守っていくことができない、擁護していくことができないということが、まあ、背景にあるようであります。次にですね、いわゆる児童の虐待対応ダイヤルということで、189というダイヤルがありますですね。これは数年前、令和元年からですか、まあ、それまで有料でお金がかかるということで、あまり評判が良くなかったんですけど、まあ、無料になって、しかもまあガイダンスも非常に手短にまあつながるということで、改善をされているわけですけれども、まあ、どうも最近のですね、子どもさん、まあ、これはアメリカの例もそうなんですけれども、電話をするよりは、まあ、メールをしたり、SNS で自分の危機や厳しい状況を知らせるということが、電話よりも増えているという、まあ、私たちも周辺見ればですね、子どもさんたちはみんなスマートフォンや携帯でメールでやり取りをしています。そういった意味で今後ですね、この189も電話だけでなくて、やはりメール、SNS でも対応できるようにしないとですね、そういった子どもさんたちの声が届かないんじゃないかと思いますけど、いかがでしょうか。橋本子ども家庭局長。児童虐待児童相談所虐待対応ダイヤル、いわゆるいち早くでございますが、虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときや、子育てに悩んだときなどにためらわずに、電話で児童相談所に通告、相談ができるよう、分かりやすい3桁番号といたしまして、運用しているものでございます。それで SNS という話をいただいたわけでありますが、SNS 等で相談を受け付けるシステムを導入している自治体もございまして、まあ、これまで厚生労働省としても、SNS 等を活用した相談体制の構築にかかる費用の補助を行いまして、自治体の取り組みを支援してまいりました。まあ、その上ででございますが、委員が今ご指摘いただきましたようなスマートフォンの普及等も踏まえまして、国による SNS を活用した相談受付ということを、今年度から始めるということを予定しておりまして、具体的には全国共通のアカウントを作成しまして、子どもや家庭からの相談の受付を行った上、各自治体が当該相談に対応するシステムを開発いたしまして、本年11月を目途に運用開始するよう準備を進めておりまして、本事業が活用されるよう運用が始まりましたら、しっかりと周知を図ってまいりたいというふうに思います。委員長、野間武史君。11月から始まるということでありますので、まあ、ぜひですね、PR していただいて、ここに、好きな時に、メールでも SNS でも何でも相談してくださいということを周知徹底していただきたいと思います。ありがとうございました。次にですね、これはこの福祉法の中にも入っておりますけれども、小児の慢性疾病医療費の受領証や、また特定医療費、まあ、難病指定のですね、その問題についてお聞きをしたいと思います。まあ、この受領証、まあ、こういった医療費の支払われるためには、まあ、年1回これを事務をですね、更新していかないと支払いがされないということでありますけれども、去年、おととし2020年はですね、まあ、このコロナ禍でこれを取り扱っている、まあ、保健所が、とてもその仕事にかかっていることができないということでですね、自動更新をして、まあ、その年は2020年は、この受領証の更新の事務を1年延長先送りにするということが決断がされたわけであります。それで、まあ、今ですね、コロナがそれほどでもないというような、まあ、一般的な風評はあるんですけども、先日も私、まあ、地元のですね、保健所の皆さんと、保健所の職員、働いている皆さんといろいろ話を聞かせていただきました。いや、その一般に言われているような何か落ち着いているとかそういうことではありませんよと、まあ、こういうことを言われましたですね。まあ、1月から第6波に突入したけれども、まあ、その人はですね、直接の感染症の担当者でない、まあ、隣の班の応援部隊のいる人なんですけれども、その自分でさえ時間外労働時間が 1月は110時間、2月100時間、3月80時間、4月もおそらく過労死ライン超えになるだろう、それぐらいですね、業務がもう本当に立て込んでいる。
感染症担当班の組合員は当然ですけれども、それ以外の人もみんな時間外労働を生じている、いつ職員が倒れてもおかしくない状況にある、そのような状況のため、職場内では自分自身がコロナに感染する前に、コロナ業務で自分が倒れるか、もしくは家庭崩壊する方が早いかもしれない、不謹慎かもしれないけど、正直コロナに感染して、10日間療養したい。まあ、そういう声も上がってるというんですね。それでまあこれはあの鹿児島県の県の職員労働組合が他の県はどうなってるだろうかということで47都道府県の保健所に勤めている職員の皆さんにですねアンケートを取りました。今23のところから回答が来てるんですけども、まあこの23のうちですね21の県からこれ以上の業務、まあ、先ほど申し上げました難病指定やまたその小児の医療費の受給の事務が増えていくとですねおそらくもう犠牲者が出るんじゃない出ざるを得ないんじゃないかと。でも犠牲者が出ないと政府は分かってくれないのかもしれない。自分たちはもう今でもすぐ仕事をこれだけきついんで辞めたいけれどもそれは仲間に迷惑をかけるだけだ、仲間の負担がまた増えるだけだから、まあ、自分たちは今自分たちの責任においてなんとか倒れる寸前だけれども頑張っている、まあ、こういう声がほとんどの、まあ、半分ぐらいの県の職員の現場で働いている皆さんの声がですね、届いているんですね。ですから、まあこの問題についてですね、難病の指定そして小児慢性疾病の医療費の受給証の、まあ、更新事務について、できればもう1年自動更新をしてもらえないだろうかというのが職員の皆さんの声でありますけれどもいかがでしょうか。後藤厚生労働大臣。難病医療費助成等 の受給者証につきましては1年に1度更新することとなっておりまして、まあ、その更新にあたっては医師の診断書が必要でございます。で、新型コロナの感染拡大防止の観点から、まあ、診断書の取得のみを目的とした、まあ、受診を避けるという趣旨から令和2年3月1日から昨年令和3年の2月末日までの間については受給者証の有効期間が満了する場合その有効期間をご指摘のとおり1年間延長することといたしました。そしてその後昨年令和3年3月以降でございますけれども、まあ、一方で適正な給付を確保するということは重要なことでございますので原則として通常の手続きにより受給者証の更新を行うことといたしました。他方緊急事態宣言やまん延防止等重点措置等の対象地域にお住まいの方や通院している方等につきましては新型コロナの影響で受診できず医師の診断書を取得できないことも想定されるために自治体の判断によりまして受給者証の有効期限を迎えた場合であっても更新の申請が行われるまでの間は有効とみなすことや診断書がなくとも数ヶ月程度有効な受給者証を発行した上でその間に改めて申請を受け付けることなど地域の実情に応じて柔軟に取り扱うことを可能といたしておりましてそういう形で対応させていただいております。委員長野間武君。今大臣からですね地域の実情に応じて、まあ、その辺は少し柔軟に期間を延ばしてもいいという、まあ、ご答弁だったと思います。まあ、これですね、この厚労省さんの通知書ですと、まあ、3ヶ月程度というような書き方もされているわけですけれども、まあ、これが5ヶ月あるいは6ヶ月ということでもですねやはり地域でどうしてもそういう実態がある、まあ、あるいはまたこの届け出 その自治体の窓口にですね人が殺到するのもこれまたコロナ感染の観点からはですね非常に危ないことでもあります。感染対策でとしてですね、まあ、その辺はそれぐらい柔軟に考えてもいいという言葉を最後に大臣からお聞きしたいと思いますけどいかがでしょうか。後藤厚生労働大臣。
まあ、今の委員からご指摘の数ヶ月の具体的期間につきましては、まあ、令和3年5月24日付の事務連絡においては一定の目安としてご指摘のように3ヶ月という期間を例示しつつ、ですね、地域の感染状況等を踏まえて合理的な期間とすることとしておりまして、各自治体において地域の実情に合わせて合理的と考えられる期間をご判断をいただければというふうに思います。ありがとうございました。柔軟に自治体として対応できるということで、ご答弁をいただきました。終わります。ありがとうございました。次に山田。